皆さん、3週間前の裏ナビ短歌対決覚えてますか？来るかな、まあ、何通来るかはちょっと今度発表しましょうよ。来るかな来るかな。なんと私と片桐の書いた短歌の色紙が欲しいという応募がありました。ありがとうございます。なんと応募者数が、いや、貯めるね、1名様だったということで、こうして、感謝の言葉を述べさせていただきます。あ、本当にありがとうございます。伊藤さんの方は応募者数あったんですかね。私1票あったんですけど、なんと片桐に1票、伊藤彩香に3票入りました。イエーイ、素晴らしい、伊藤ちゃん圧勝まあ、なんともこのレベルの低い戦いですね。片桐の、色紙が当たった方おめでとうございます。伊藤彩香の色紙が当たった方もおめでとうございます。これからも楽しく、旬ナビの方を見ていただけたらと思います。これからもどうぞよろしくお願いいたします。旬ナビ見てね。